どうも、最近まだ iPhone15 Pro で画面の焼き付き問題みたいなのが出てるらしいから、これについてちょっと言及したいと思います。まあ、新しい iPhone とかが出ると色々問題とか報告されんねんけど、まあ、そもそもかなり世界でシェアを誇るブランドやから、まあ、問題報告多くて当たり前だよね。<laughs> ま辛いところでもあんねんけど、今回はなんかゴースト効果って呼ばれてる、まあ、いわゆる日本語で言うと焼き付き問題だよね。これがディスプレイで起こってるみたい。 海外のレディットで、まあ、一人じゃなくて複数人が、このディスプレイの焼き付きを、まあ、写真付きでね、投稿してるんだけど、こういったディスプレイの焼き付き問題っていうのは、ほんま、長い歴史があって、CRT スクリーンの時からあるんだけど、これどうなんだろうね。いくつか報告あるけども、まあ、日本ではあんまり聞かないじゃん。かなり少ないケースだと思うんだけどね。あの、オーレッドディスプレイになってるから、ここで、ま、焼き付き問題っていうのが結構懸念の一つになってるわけですよね。で、しかも、えー、iPhone Pro の上位には、Always on display。まあ、常にディスプレイ をオンにした状態でも使えますよっていうのをもう売り文句にしてるわけですよね今回はこのやつき問題がプロにしかなんか出てないっぽいんでまあ、そうであればこのオーレットプラス オールウェイズ・オン・ディスプレイの組み合わせで焼き付きの可能性あるんじゃないかっていう懸念があるんですね。今の上位の iPhone に採用されているリフレッシュレートを可変することができるディスプレイは 1Hz まで極限まで落とすことができるじゃん。まあ、普通にディスプレイをあの表示するだけだったら切り替えがいらないから 1Hz のままなんだよね。で、ずっと表示してるとその焼き付き問題っていうのが起こるっていう。 特性があるから、それプラスオーレット、そしてさらに最近、気度がめちゃくちゃ高くなってるんですよね。これ iPhone だけじゃなくて、気度が高いと温度が上がって、一応焼き付き問題が起こりやすいらしい。常にその画面をロックスクリーンのままでオンにしておいたりとかね、するとそのロックスクリーンが焼きついちゃうって感じだね。気度高すぎるっていうのもあるし、まあ正直、高い気度は、 室内ではね。あんまり意味がなかったりするけども、店頭でディスプレイされてるものっていうのもやって次問題がね。発見されたりとかするらしいです。でも、always on ディスプレイを進めてきた。まあアップルだけじゃないけどね。今はピクセルもそうやけども。でもこれがやっつきの原因になったとしたらちょっと難しいですよね。<laughs> X でこの問題いろいろシェアされてるんですけども、なんか一人 Android ファンなんじゃないかなと思うんだよ。Galaxy のことめっちゃツイートしてたから。で、わからんけどね。でその人が、なんか Apple のせいみたいな感じで書いてたんだけど、もちろんディスプレイってでもサムスン製造じゃん。Apple が悪いのっていうとこだけど、でもソフトウェアは Apple だからっていうことやけど、ソフトウェアで焼き継ぎ問題って起きるのかな、まあ、?Allways on display はまあソフトだけども、それが原因だとしても、サムスンは アップルだけに全てのコンポーネント特注してるわけじゃないと思うから普通に考えて他の端末でも出るよね。オールウェイズオンディスプレイ的なものっていうのは別に iPhone だけに限ったものでもなくなってきてるからちょっとアップルが悪いっていうのは難しいんじゃないかなと思うんだけどどうなんだろうね。なんかその他ソフトウェアが悪くて <laughs>。 焼き付き問題が起きるなんて。焼き付きって物理的なものだと思うから、なんかサムスンじゃないかなとは思うんですけどね、サムスンとアップどっちが悪いんですかね。<laughs> 問題のケースはすごい少ないとは思うねんけど、オールウェイズオンディスプレイ軌道が高くなってるとか、オーレット採用とか、いろんなコンポーネントとか機能の組み合わせによって、なんか可能性がもし上がってるとしたら、オールウェイズオンできなくなっちゃうよね、<laughs> 怖くて。 一応もし、ね、焼き付き問題があった場合はね対応してくるらしいのですぐにサポートに連絡してくださいそれでは他の X たちも紹介しましょうさすがに画面の焼き付き問題はハードの問題だと思ってたんでサムスンが悪いんじゃないかって思ったんだけどギャラクシー S23 は気度とかもそんなに高くならないとのこと。 しかし iPhone15 をこれは指しているとは思うんですが、軌道がかなり高いんで、それが発熱を引き起こす結果、画面の焼き付き問題を引き起こしていると。でもこれ個人的に思ったんですけど、これって発熱問題の原因であるのであれば、もしかしてアップデートが来る前の発熱バグがある iPhone なんじゃないかって思いました。これらの問題が起こった iPhone たち全てアップデート修正後のものなのかどうか気になりますよね。 画面の輝度が高くなってこんなことが起こりうるのかとまだ確定はできないですよね夏を待つのが楽しみだと書いてますがまあ皮肉のようですけどこれはまあ真実でもあります9月にデバイスを発売するのは Apple にとっては非常に季節的にはいいんですよね本当に特にスマートフォンは野外で使うんで夏と冬では全然挙動が変わってきますからね でもここからが面白いのがこの問題はサムスンとアップルどっちが悪いのかっていう考えるときにアップルのソフトがそのハードの精度をマックスまで引き出すくらいに設定されているのであればそれに制限をかけなかったサムスンに責任があるのではという理論ですつまり性能を引き上げて壊れてしまうような製品であれば初めからリミットを設定しとけとアップル信者たちは問題に直面しようとしないだいたいこういう問題はアンドロイド勢たちが投稿していますよね そのリプライに対して、いや、シェアされた画像は全部 iPhone 持ってる人たちだよ。こういうやり取りって面白いですよね。全く、なんか AndroidVSiPhone のやり取りが同じようなもんが日本でも起こりますよね。まあ、でも個人的な見解では、どっちかっていうとこれ、Sams の方が悪いんじゃないかなとも思うんですけどね。自由に設定できるんだから、制限をかけてない方がおかしいと思いますよね。だって今回のこの iPhone に製造するディスプレイはあくまでも iPhone 用であって、ギャラクシー用じゃない,じゃないですか。ギャラクシーで、 使うのででであれば自分たちで設定できるししかもそのディスプレイの仕様は自分たちが一番よく分かってるわけですからそれをサードパーティーとして他の企業に提供しといて使い方を指南しないっていうのは少し問題があるんじゃないかなと思いますだから多分この問題がその原因ということが前提になるんですけど企業をもっともっと上げた時の長期的なテストが甘かった可能性はありますよね。